こんばんは。こんにちは、みほです。もしかしたら強制お金返ってくるかもみたいなお話をしていきたいと思います。それではゴー。マクドラえもん。補正治療でやっぱお金めちゃめちゃかかるじゃないですか。本じゃないじゃないですか。簡単に手が出せないような矯正なので結構な額がかかると思うんですよ。それがもしかしたら戻ってくるかもしれないということでお話をさせていただきます。皆さん、医療控除ってご存知ですか？例え話なんですけど、前歯が出っ歯すぎて物が噛めないとか、発育に問題があったり、それを治すためにやる矯正治療に関しては医療控除が認められるらしいです。その時は妻の風呂の中に入っていたので、子供のために矯正をして、その領収書をママが医療控除持ってったら、それは確か通った気がするんだよね。通らない場合っていうのが、ママの扶養を抜けてからリホが両親見た目を気にしてやった矯正については医療控除が認められないそうなんですよ。残念だよね。一応さ、出っ歯であるしガチャバだったし思うんだけど、まあ見た目を気にしてやった矯正だったので医療控除はできませんでした。ちょっと難しいよね。とりあえずその見た目を気にしないで歯の機能について問題があったりするためにやった矯正がお金返ってくるそうなので、でもなんかリホの場合まだ未成年だったので、ママがそういう医療控除とかをやってたんですけど、ご自身が矯正やるときに確か続かないと思って分割で払ってたんですよ。領収書とかをママが持っていて、その領収書を医療控除に当てたらそれは認証されたらしいんですよ。なので皆さん、もうちびこの力親にお願いしましょう。矯正やらして、まあ、本当にもしかしたらの、もしかしたらなので、もしかしたらお金が返ってくるかもしれないよみたいな感じのやつでした。どっかの意見の一部だと思って、ぜひちょっと心の片隅に置いといてくださいはい、こんな感じで今日の動画短いんですけど、もしかしたらお金が返ってくるかもしれないっていうお話でした。矯正他にもたくさん動画上がっているので、そちらもぜひ見てみてね。リホのインスタグラムではリールでたくさん矯正について短くまとめた動画を発信しているので、ぜひアットマークリポアンダーバーモイモで見てみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画にお会いしましょう。じゃんのお上品ですね歩き方が。え、ポテチなんですけど見て。え、すごい。何あれ、ポテチって育てられるの？じゃがいも、うん。